ダイハツチャレンジカップは DCCS が主催するワンメイクのジムカーナ形式のタイムアタック競技会のシリーズ。日本自動車連盟公認のクローズド競技の一つで1995年から2008年まで6カ所の会場で6大会が開催されていたが2009年1月13日、昨今の自動車業界を取り巻く経済状況の厳しい状況や 若者の車離れなどを理由に、ダイハツのモータースポーツ活動休止とともに、シーズン途中で終了が発表された。通称大茶チャレ。参加のためのハードルが低く、運転免許証保有者なら誰でも参加可能としており、このイベントを通じて、モータースポーツへのデビューを果たした参加者も多く、中には全日本人向かーな選手権まで、ステップアップした者もいた。本校では、 関連イベントであるダイハツ 4WD フェスティバルについても記述する。ジムカーナ形式のイベントであるが、ジムカーナと大きく異なる点はタイムがベストタイム方式ではなく4本走行の合計タイム方式であること。1本でもミスコース、リタイアがあると順位が大きく落ちる点が特徴である。それゆえに、大茶チャレはジムカーナではなく運動会と称する者も,もいる。 競技規則書によると参加できる車両は次の通りである。ダイハツ車製の車両ルーフが開閉できる車両については6点式、ロールバーをつけること。保安基準に合致したナンバー付き車両、参加申込書と一緒に配布された規則では、ダイハツブランドの車のみ参加可能だった。OEM もしくは共同開発者として、トヨタブランドで販売された車両や、 トヨタからの委託生産者は参加できず、逆にトヨタで生産されても、ダイハツブランドであれば参戦可能だった。過去にレンタカーでの参加があったが、2003年の規則ではレンタカーでの参加が認められず、後に規則に明記されなくなった。規則の解釈は主催者の DCCS に一任されており、グレーゾーンな車両については DCCS に問い合わせる必要があった。 競技規則に適合していれば、車種を問わず参加することができ、ワンボックスカーやトラックで参加する例もあった。EV 仕様は、な、車両として扱われた。1台で2名までのエントリーが可能である。当日車両故障などにより、車両を変更する場合は、同一クラスまで認められるとされているが、実際は別クラス変更や、トリプルエントリーなど、 競技開始前であれば主催者の判断で許可される場合があった。競技車両などでナンバーのない車両は原則として参加できないが、公式記録や表彰の対象にならない商店街として出走できる。ダイハツリーザスパイダーは規則に沿ったロールケージを組んでも出場を拒否された実例がある。パートタイム 4WD 車両は 2WD モードに固定の条件がつくが、L に L2T での参加が可能である。L4、L4T クラスに参戦するパートタイム 4WD 車は駆動系保護のためにに、WD 状態のまま出走しても主催者より違反扱いにはならない。フルタイム 4WD でも牽引モードでに、WD に切り替えて走れる車両は L4、L4T クラスに FF 状態で走る参加者も多かった。参加車両の多い軽自動車は、な、 ターボ、駆動形式でクラス分けされていた。軽自動車以外は、参加台数の関係により、すべてが、クラスとされている。かつて L4 と L4T が存在したが、参加台数が少ないため L4、L4T クラスに統合された。RV クラスの設定も要望が多かったが、むしろファミリー参加で彼女、奥型の参加が増えてきたこともあって、L クラスが設定された。軽自動車、 ノンターボ二輪駆動車入門クラスと思われがちだが、上位陣はターボ車と変わらぬタイムを叩き出す。純粋にドライビングテクニックを試せるクラスだった。軽自動車、ターボ二輪駆動車どの会場でも一番参加台数の多い激戦クラス。チューニングショップのデモカーも登場した。軽自動車四輪駆動車過去、L4 と L4T と分かれていたが、L クラス設立と同時に参加台数の少ない。 このクラスは統合された。タイトコースである関西では、ナ車が優勝したことがある。軽自動車以外の車両、軽自動車以外はすべて、軽自動車を改造して普通車扱いになってもこのクラスとなる、女性ドライバーのみ女性のみ参加可能。L クラスでなく、L2、L2T などへ参加する女性ドライバーもいた。大チャレは、第8車のみ参加可能であり、 多彩な車が参加した。車高の高い車種でも参加可能であるが、参加台数が多いために、ミラやストーリアの点灯の方が多く、タント、アトレー、ハイゼットはドライバーが注意して走ることもあって、点灯車両は出ていない。車高が高いムーブ、ミゼット2、フ、ネイキッドが優勝したこともあり、アトレイやハイゼット持ち区によっては半分以上の上位に入ることがあった。 ダイハツモータースポーツの発展のため、1999年から2007年までさ、投げ、アドベンチャーフィールドで開催されていた。ダイハツチャレンジカップのオフロード版イベントである。2007年のみ、ダイハツアウトドアフェスティバルとイベント名が変更されている。ロッキー、ラガー、テリオス、テリオスキットなどの 4WD 車両を対象としており、オフロードコースを走る競技であった。 競技終了後は会場施設を利用しバーベキュー大会が開催されていた。競技内容は開催会によって指定コースを指定時間で走るオフロードコースをタイムアタックなど異なっていた。参加車両は黒関係ボディを持つロッキー、ラガー、テリオス、テリオスキット、B5 等の 4WD 車であり 2WD は参加できない。ダイハツチャレンジカップと異なり、 ラッシュ、キャミなどの OEM 車両も参加可能。後年ハイゼット、アトレーも参加可能だったが、告知が十分になされなかったため参加者はいなかった。2007年で終了した2008年以降の再開は未定。2009年以降はショップやイベント会場、旧参加者有志などにより、純粋な後継イベントからスピンオフ企画的な派生イベントまで、 九州を除く各地で開催されている。モータースポーツショップ、プロジェクトガレージにより2009年から開催。かつて軽自動車ジムカーナ大会として開催されていた、イベントを復活させ、大チャレ北海道線のユーザーも参加している。会場は、大チャレ北海道線と同じオートスポーツランド砂川、旧大チャレ東北線参加者が、中心の有志、 DCTM 事務局により2010年から開催。大チャレ東北線から引き続き、DJ にはキーカイヤマを起用し、東北線の特徴だった緩い雰囲気を維持しつつ、インターネットを積極的に活用した運営を行っている。会場は、サザンサーキット大チャレ関東線の会場だった、関越スポーツランドが2009年より開催。イベント形式や、参加車両のクラス分けなどが、 ダイハツチャレンジカップと同じで、派生イベントの中では唯一、ダイハツ者のみが参加できる。ダイハツチャレンジカップの、チャレパンくんに代わるマスコットキャラクターとして、コース上のパイロンをデフォルメ化した、とんがりキャロットくんが登場。ブログも存在する。会場は、関越スポーツランド系自動車専門チューニングショップ、KC テクニカが2009年により、奥い吹チャレンジカップとして開催。 2011年は会場を美和子スポーツランドに変更した上で主催、ホットケーシー運営を KC テクニカとナビックという形で、ホット K チャレンジカップインビワコとして継続開催。第発車限定ではなく、軽自動車限定ジムカーナとして始まり、大チャレ関西線ユーザーの受け皿にもなっているが、派生イベントの中では唯一、ウーニオンなど、 普通車が参加できるクラスがない。会場は、ビワコスポーツランド大チャレ沖縄戦とは別に、大チャレ琉球戦を独自開催していた、琉球大学自動車部が2009年より開催。本来2009年2月に開催される予定だった、大チャレ沖縄2008第2戦を引き継ぐ形で、開幕したため、そのまま、後継イベントとして、シリーズ化された。会場は、 沖縄サーキット池島、ありがとうございます。